いどうもケニーです。ということで今回は週刊少年ジャンプ連載1000話記念ということでおめでとうございます。はい、ということで1000話達成したということでバウンティーラッシュの方も豪華報酬がたくさんになっております。はい、まあということでですね、まあ今回発表があったものは、まあ紹介していきたいと思います。まあもうねほとんどの方が多分知ってると思うし、まあツイッターとかでチェックしてると思うし、もうっていうか今冬休みだしね。はい、まあということでね、まあこちらの方いろいろ話して、まあ超フェス関連のこともねちょっといろいろとお話ししていきたいかなというふうに思います。はい、まあということでですね、こちら今回ですね頂上戦争のボスバトルがはい1月7日から始まるということで、まあ間違いなくランキング報酬っていうものがついてくると思います。はい、まあ、なのでねこの1週間この豪華アイテムをね奪い合う、はい、海賊なら奪い合えっていう感じで、ランキングの奪い合いになるとは思います。なので皆さん体力は温存してはい挑みましょうという感じですね。はい、俺もできる限り1000以内は目指していきたいかなというふうに思います。はい、まあボスバトルなんでね、はい、まあこちらはまあ以上になります。はい、で1000話記念ということでね、連載1000話記念ガシャと、はい、ということで、まあ、記念のガシャが、できるということで、11連ガシャが1回無料ということで、少ない。はい、まあ、少ないんですけども、この後の話を聞いてもらえば、まあ、納得できるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、もう一つがですね、こちらはもう、誰しもが欲しい。星4のクリスタルのかけら最大40個プレゼントだそうです。まあこれログインボーナスなのでね、まあ1日何個かみたいな感じで、くれるとは思います。はい、まあということでね皆さんログイン忘れずに、はい、ということでそこもチェックですね。はい、でですねこちらですね、バウンティーラッシュトレジャークルーズとはまああとボンボンジャーニーとかってこのね4つのアプリで、はい、まあ、合同ですね。はい、合同で、この、盛り上げていこうよということで、バウンティーラッシュの方はですね、左から3番目の方になっております。はい、こちらはね、ツイッターやってる方は、ぜひリツイート してもらってね、はい、豪華アイテムを皆さんでゲットしていこうよという感じなんですけども、1000リツイート、1万1000、そして2万1000という形になってます。で、2万1000までいけば、ダイヤ50個、バウンティーコイン5000、バトルポイント5000、うん、微妙。はい、という感じなんですけども、一番下に書いてるね、2万1000リツイート突破で全タイトルにて10連ガシャ1回分相当のアイテムをプレゼントだそうです。はい、まあ、ということでね、超フェス前なのでね、まあ、ぜひね、皆さんもダイヤゲットしてもらいたいし、まあ、ガチャもね、その分ね、皆さんね、多分誘惑に耐えて、いると思うのでね、こちらの方も無料で引ける方をね、ぜひゲットしてもらいたいので、リツイートの方をしていただきたいっていう感じです。はい、ていうか、俺はバウンティーラッシュの宣伝舞台会っていう感じの喋りで喋ってるんですけど、はい、まあ、ということはそうなってるんで、まあ、ぜひねリツイートできる方はリツイートお願いしますっていう感じです。はい、そしてですよ、はい、先ほどボスバトル、はい、3大将ね、キザル、赤犬、青キジという感じで、まあ、3大将のボスバトルが1月7日から始まるんですけども、なんと1月21日ボスバトルのボスがめちゃめちゃえぐいです。はい、それではどうぞ。ツイッターのやつのね、バウンティの公式のやつは、ちょっと、撮らせてもらったんですけども、これ、カイドウ、来ましたね。これ、竜、これ、えぐない?これ、めちゃめちゃえぐいでしょ?バリかっこよくないですか?はい。まあ、ていうふうに、まあ、今回、このカイドウっていう形でね、出てきたということなので、ていうことはよ、どうなる?どうなりますか?超フェス。うん。前半、1月の前半では、白ひげを匂わせるような白ひげ海賊団のメダルだったり、エースマルコの登場だったり、で、去年はですね、エースマルコって工場が出てきて、マリンフォード頂上戦争に関わりがある、そう、超フェス。シャンクスと黒ひげ、はい、で今回もエースとマルコが出てきて、うん、ってなったらもうその超フェスの強さって言ったら
白ひげしかいないでしょっていう感じなんですが、まあ、これ、3ヶ月前にね、超フェスの予想をしてるんですけども、その時の、自分の答えが白ひげとカイドウなんですけど、はい。でそしてよ、ボスバトルで、うん、なんとカイドウ、はい、もうこれは超フェスこいつらでいいんじゃないかという感じのね、匂わせてくるようにめちゃめちゃなんか急いでなんか出してきたみたいな感じの感がすごいんですけど、皆さんどう思います？はい、まあね、結構あったんですよ。オジャーって誰だよ、はい、ロジャーだったりお伝説だったり、あとはね、まあ、前世紀の白ひげだったりとか、まあ、あともう一回黒ひげだったりシャンクスだったりって、まあ、結構なね、あの説がいろいろあったんですけども、もうこうなってきたらいよいよでしょっていう感じしません？はい、っていう感じでね、まあ、すごい個人的にはめちゃめちゃ思ってます。はい、まあということですね。まあ今回はね、もう本当にあのこういうことがね、バンジーの公式で発表ありましたよっていうことなので、まあこちらの方で今日 はお話は終わるんですけども、皆さんぜひね、今この結果を見て超フェスはこいつだろうっていうね、うーんっていう話をね、コメントでぜひいただけたら嬉しいです。ということで今回はこれで終わりたいと思います。それではじゃあね。